V 型エンジンっていうのはですね、プラグ交換がめんどくさいっていうのがありますね。はい。リアバンクは、タンク外してやる感じになりますかね。はい。ね。で、前バンクはこのラジエーターをずらして、なんとか手入れてやるみたいなね。そんな感じですね。はい。で、外したプラグは、電装のプラグがついてましたね。まあ、こんな感じでね。まあ、だいぶ、なんていうんですか。ね。なんか、これですかね。あんま走ってないのかな。もう少し綺麗に焼けますよね。走ってればね。うん、と思うんですけど。はい。まあ、インジェクションですしね。ということで、プラグは新しいやつ。NGK-CR8E が標準みたいです。はい。別にイリジウムってわけじゃないしね。で、電装使ってるんですよね。はい。そう。普通のプラグ使ってるからいいですよね。最近高いの使うんですよ。そのメーカー専用品で普通に売ってないやつ。あれ困りますよね。1本6000だ、7000だとかね。そんなプラグ、ね、交換できないですもんね、簡単にね。じゃあ、ちょっと交換しますか、なんてね。かといって交換しないでずっと乗り続けられるかっていうとね。うん、別にイリジウムっていうわけじゃないですよね。ハスクバーナとか、の BMW、あとドゥカティとかね、使ってますけどね、最近。NGK の、ちょっと、メーカー専用品みたいなやつ。普通に売ってないんですよね。あれは困っちゃいますよね。ね。まあそういうふうにやれば、まあメーカー、いやでもね、買うしかないからね。NGK だの電装のプラグがいっぱい使われてるけど、純正品でそれを買うところが、人が次買うかって言ったら買わないもんね。普通にこういうやつ買いますもんね。それ日本のメーカーでもそうですよね。これがあるじゃないですか。ホンダとかヤマハとかね、スズキでパッケージがそうですね。でも日本の場合はありがたいことに設定が同じ金額なんですよ。そう、こう、例えばこれがホンダバージョンだから高いとかね、そういうわけではないんですよね。ただ仕入れ高いと思いますけど。いわゆる普通の問屋さんみたいなところから NGK のプラグ買うよりは、はるかに高い金額で買わなきゃいけない。ね。ですけどね。そう。タンクを外さないと、やっぱりできない作業っていうのがいっぱいありますよね。今のオートバイはね。はい。これ、インジェクションですけど、なんかあるのかな？いろいろ。何があるのかなっていうのは、同調とかあんですかね、これね。そんなの普通やんないですけど。ここにネジがあるんですけどね。調整ネジだよ、これね。明らかに。二つあるんだけど。どうなってるんですかね、これ、ね。なんで二つあるんだろう。同じスロットルの方に。わからない。ね。まあ、こういうのはね、あんまりいじんない方がいいんですよね。触んない方がいい。よし。とりあえず。リアバンクはつけましたね。はい。あと、エアクリーナーね、これ見ます。はい。まあ、綺麗だったら買えないですけどね。汚かったら買えましょうね。はい。まあ、そんな、これ点検で、これ全部やったら、えらい金額になりますね。そう。普通にね。ちょっとね、高い感じがしますね。まあ、できればね。そうですね。どうなんだろうな。納車整備じゃなくて、12ヶ月点検とかね。それで、ほら、どこまでやるのかっていうのがね、常に出てくるんですけど、でも、普通プラグ点検、プラグだとか、エアクリーナーね、見ますよね。まあ、距離でね、あんま走ってないようだったら省略しちゃう。でも、あれ、法律上ね、ちゃんと点検しなきゃいけないっていうのがあるから、それが問題ですよね。非常にね。いやー、大変でしょ、つって。だから、メーカーの、こう、書いてある金額があるんですよ。一応ね、12ヶ月点検いくらみたいなね、あるんですけど、あの金額じゃできないよね。とてもじゃないけど。そう。原付なんて4000いくらとかね。ホンダね。12ヶ月点検。あれ無理でしょ。だから、結局、
あの点検っていうのはあくまでも簡易的なもんですよね。そう。だから、でも、記録も書くからな。ブレーキシューが残ってるかとかは見て、あの、インジケーター見て、あ、残ってる大丈夫、みたいなね。だ一時ホイール外して、やれっていうのはやんない金額ですよね。そんなのやったら1本だけでいっちゃうよね。ディーラーだったらね。それだけで4000いくらいっちゃうよ。だから、ちょっと違うね。点検の意味合いが違うっていうかね。でも車両の休止状態っていうところあるからな。そこにチェックを入れるっていうことは、やっぱりね。それはやんなきゃダメだよね。ブレーキレバーとか、やれなんだとかね、グリス塗ったりとか。まだね、ダイレクトイグニッションじゃないから。そう、これね、ラジエーターでしょ、あるでしょ？だから、これ、ここは潰れるよね。うん。やり方によってはね、ここね。うん。で、結構あれしてるんですけど、これおそらく、以前やってるんだと思うんですよ。うん。その時に、少し、こう、気持ちね。うん。あれしてんじゃないかなって、ね。うん。今回ではないです。はい。言っとかないと。危ない。そういう感じでね。はい。まあ、中古車なんで。ね。そのあたりはね。結構ね。グリスのとこ。耐熱グリスもいいかな。ね、少しグリス塗って全部つけとかないとネジがね、 あとね、ここのネジが違った、こっち側のネジが多分なくて、なくさないよね普通ね。違うネジがついてましたね。だからワッシャーかまして普通のネジでついてたんですけど、そのワッシャーが錆びてた。残念ね。だからそれボルトをちょっと注文しました。安かった100以下でしたよ。いわゆる、途中が太くなってるやつね。うん。こういう、あ、これだ。このボルトで止まってなきゃいけないね。ていうか、反対側これで止まった。これ、こういうやつ。そう。だけど、手前側は、このプラスの、まあ、これもステンレス使っですけど、これで止まってた。で、ワッシャーを1本、1個入れてあったんですよ。で、それ錆びちゃってて。そう。だから、ボルトは変えます。はい。ちゃんとしてるやつにね。100いくらだもんね。120だったの。あと、クリップがもうね、劣化してて、外すと割れちゃうの。だから、クリップも、ね、新しいのにちょっと、これは変えます。はい。ね。勘弁してください。勘弁してくださいじゃないけどね。うん。そう。ちょっと部品代だけはいただかないとって感じなんですかね。工賃はあれなんですけど、うん、まあ、これは初めからやるつもり、こういうのはね、うん。で、クーラント変えなきゃいけないでしょ。いいのかな？変えなくてってダメですよね。クーラント変えてるかどうかわかんないもんね。それが問題。こういう中古車の問題はそれなんですよね。車検取ってるから、本来だったら変えてると思う、変えるべきものなんで変えたと思うんですけど、エンジン切れたけどね。オイルはね。だけど、わかんないから変えるしかない。クーラントの色だけ見て、うん、大丈夫だねっては言えないもんね。うん、でもフルードはちょっと色ついてるから、これ多分変えてないね。変えてない。車検でね、どこまでやるかっていうのはまた、その、お店とか、あと、まあ、ユーザー車検でやってる場合もあるでしょうし、これはでも、指定工場か認証工場だったような気がするな。まあ、それでもお客さんがね、やんなくていいって言えばやらない、もちろんやらないからね。うん、そういうのありますからね。はい。そう。ただ車検通すだけだったら、あれだけど、いろいろやっぱり変えていくとね、お金かかっちゃうから。クーラント変えるのお金かかるよね。間違いなくお金かかる。そう。3000、4000じゃできないよ、俺。うん。クーラント交換は。うん。そう。で、エアクリーナーの交換だってそうでしょ？当然のことながらね。うん。
もうそれはしょうがないですよね。12ヶ月点検どれぐらいかな。やっぱり違うんですよね、車両によってね。うん、まあそれ当然なんですよ。で、もうスクーターとか今みんな1万円でね、やってますけど、これうちで売ってるやつです。はい。うちで、新車とかで売ってるやつはそれでできるんですけど、そうじゃないのはもう厳しい。うん。だって全然違うもん。掃除だって最初にやってあるから簡単に落ちるけど、空拭きでね、やって落ちるけど、これ、そうじゃない、乗りっぱなしの、新車の時何もやってなくて、で、あれはもうとてもじゃないけどね、できない。うん、だからもう、プラスいくらだね。うん、ちょっと高まっちゃうね。で、ただね、ブレーキ周が残ってる、ブレーキパッドが残ってるかとか、やれ、ね。だそういう点検だったら、別にそれはね、うん、そんな大したことじゃないんですけど、汚いな。汚い。汚い。汚い。変えた方がいいよ、これ。何言ってんだよって。結構地味にこのブローバイのあれがボロボロなんですよ、これ。ああ、オイルが浸かるから、これがね、ボロ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 ってなるときありますからね。たまに変えた方がいいですね。うん、これは交換した方がいいですね。汚いもんね。うん、これからね、ね、長い間多分乗られると思いますから、ね、最初にいい状態にして、で、乗っていただくっていうね。どうなの？こうなってんだ。私だけ見て、こうなってんだって見てもあれですから、せっかくですからね。はい。これ、アルミのツインスパーフレームですよね。だけど、すんごい細い。やっぱり V 型だから。これ4気筒だったらもっと、この辺まであるんじゃないかな。ね。650だけど、こんなに細いんですよ。で、これ、エアクリーナー、ね、ボックス。これですね。これブローバイのね。これね。そう。これボロボロになるんですよ。で、これ、ダクトね。綺麗ですね。見るとね。スロットルね。これ二重になってんの？あ、これどうなってんだろう？二つあるんだ。どういう風になってんだろう？二つありますね。だから、スロットルで開く部分と、こっちはスロットルなんでね。で、あと、こっちにもあるんだ。どういう仕組みなんですかね。まあ、ちょっとそのあたりは、私も、はい。詳しくはないので、わかりません。はい。ということで、エアクリーナーを変えてね。うん。プラグ変えて、エアクリーナー変えて、あと変えて、あと、種類ね、みんな変えて。うん。いいんじゃないですかね。ね。まあ、こういう、これは、まあ、吹けばいいでしょ。ね、これはね。これね、蓋も吹いてね。ね、こんな感じでね。はい。やっぱり、これでも1万何千、数千キロか。一回も変えてないんじゃないかな、エアクリーナーは。うん。で、この汚れですよ、多分。うん。そんなに汚れないですから。はい。ということで、ね、エアクリーナー買ってあるんでね。安くはなかった。うん、安くない。そう、うん。安くない。だけど、G リンクのカバーのガスケット、あれよりははるかに安い。と思う。はるかにじゃない。2000円ぐらい安い。あれ高すぎ。うん、ほんとあれ高すぎ。って私が言うもんじゃないんですけど、で、アベグの果てにはね、ランニングコストが高くてうんたらかんたらとか、まあ、言わないでくださいよ。ね、そう、しょうがないんだから、ほんと言いたくないんだけど、乗ってる方にね、嫌だもんね。そう、車両は安くてもね、ランニングコスト高いんじゃね。本当にもう勘弁してほしいですよね。電話だ。0120は出ない方がいいな。はい。出ましょうか？まともな会社。まともな会社。まともじゃない会社がたまにあります。いや、うち、あれなんか結構です。あ、よく聞き取れなかったんで、もう一回お願いします。結構です！あ、すいません。聞き取れなかったんで、もう一回お願いします。結構ですとかお断りしますって言葉は理解できないみたいです。そういうところもある。そう、それで、うん、思わずね、ブツって切っちゃったんですけどね。動画撮ってる身としてはまずいよね。とんでもねえ店だわつって。ねえ、はい。まあね、いろんなことがありますね。はい、ね、そう、最近は動画でね、撮りながら、音声録画、音声、
スピーカーフォンで話すっていうのがいいよね。うん。ね。やっぱりそれがいいと思います。はい。そうすれば私もあんまり失礼なことは言わないだろうし、ね。うわぁ、お前、舐めてこいこらって言わないですよ。うわぁ、舐めてこいこら言ったらまずいからね。はい。ね。そう。放送じゃない、アップできないわけじゃね。さて、エアクリーナーも新しくなって気持ちがいいな。あ、これあれかな、エアクリーナーがよ、そんなに汚れてないもん、でもね。いや、でも鑑識でそこまで汚いのは汚れてるうちに入るのかな。もしかすると、それが汚れてて、ちょっとこう、なんていうんですかね、プラグが、っていうことはないですよね、まさかね。これいろいろ調整できるネジがついてるけど、インジェクションで調整できるっていうのはいかがなものかと思うけど、どうなんですかね。うん、そう。これでも O2 センサーとかもついてるもんね。そんな昔のインジェクションじゃないから。よし、な、気持ちがいいな。ね。交換、ちゃんと交換するもの交換すると気持ちがいいよね。そう、本当はこうやってやりたいんですよ、中古車も。だけどね、やっぱり価格のいろいろ制限があって、あんまり高くできないし、ね、はい。そう。まあ、望んでいく。望んでいくよ。本来だったらもう少し、ね、これ安く買えれば、よかったのにな。そしたらね、高予算にかなり余裕があって、ね、あ、もうあれですね、つってできたのにね、そう。そうなんだろうね。そう。うん。未だにちょっとね、ちょっと、はい。これ頼まれてたから、それで予算的なものはね、あれだったから、これ、うん、あれしましたけど、本当だったら、うん、多分そうじゃなかったらいい。ラジオキャップ変えようかな。何でもかんでも変えちゃまずいな。ダメだよね。そう。うん、ダメだよね。そう。それをみんな請求したら怒られちゃうから。うん。そう。でもラジエーターキャップってね、地味にね、変えないとダメですよ。本当に。うん。過去に、そう。うわーって溢れてきたりとか、うわーとか、いいとかあるんですよ。ええー、っていうのがあるんですよ。で、ラジエーターキャップがダメだったってね。うん、稀にあるんですよ、ね。うん。だから。よし、綺麗になった。かっこいいなぁ。すごいよね。アルミツインスパーフレームなんで、デュアルパーパスで。え、あれもそうでしたっけあれ、TT もそうでしたっけね、なんかすごいよね。日本のメーカーってちょっとなんか違うね。うん、こういうところがね。うん、ね、そう、すごい。これね、YTX12 か。バッテリー変えなきゃダメかな。ダメってことはないけど、変えた方がいいよな。でもな、TX か。どうしようかな。まあ、バッテリーはすぐ簡単に交換できる場所にあるからいいか。そんなにね。うん。クーラント抜いて、うん。あとフルード変えなきゃいけない。今何時 ?6 時か。まずいな。まずいな。できないな、これ以上。ここでやめるわけにもいかないな。どうしてここでやめることができないのかというと、部品がいっぱい外れてるから、そのまま、置く場所が必要でしょ？うん。だまずいですよね。そう、そうなんですよ。こっから抜くんだね。クーラントはね。はい。そう。すごいね。かっこいいね。うわぁ、この溶接がたまんないね。溶接跡が。うわぁ、これ。これ。大丈夫ですか、これ。ねぇ。V ストローム。ねぇ。やっぱデュアルパーパス系はいいですよね。うん。アップハンドルだしね。乗ってて楽だし。かっこいいしね。ねぇ。いいですよね。乗りやすくてかっこいいね。多分、山道なんか走ったら、こういうのが一番早いんじゃないですか。SSK より。ね。さっき出したらもちろん SSK 早いでしょうけど、まあ早い遅いは別として。バップハンドルのね。うん、で、台形ホイールで、うん。いいですよね。
19インチってのがいいね。そう。21インチで、オフ車のホイールついてもしょうがないんでね、ある意味ね。で、これ、このぐらいになってくると、オフ走るの怖いですしね。やっぱりね、いくら軽いとは言ってね、言っても。そう、アルミフレームだから軽いんですよね、これ。いわゆる、この手のやつって重いじゃないですか、どれも。そう。こういう系統の車両にしては軽いんですよ。200ちょっとしかないからね。200キロぐらいかな。650は200キロぐらいですっけ。1000でも200ちょっとしかないですよね。で、どん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 重くなっちゃいましたけど、やっぱりね。どんどん重くなってね、いろんなもついてくるからね。でもやっぱり、いいですよね。いい。非常にいい。そう。TDM。TDM とこっち、どっちがいいってね、比べ、もう比べられないけど、まあ、メーカーで決まるかな。どっちが好きかですよね。Y か S かですよ。ね。いや。ね、どっちがいいですかね。難しいね。比べるべくもないだろう。ね。それは S だろうっていう人もいるでしょうしね。いやいやいや、どっちもどっちでしょうみたいなふうに言う人もね、中にはもしかしているかもしれないからね。そういう不届き者もね。何言ってんだよ、つってね。そう。ここになんかつけるようになってんだよね。ここにほら。して、あとこれ差し込むゴムのね、あれごめん、たぶんブズボって差すものがあるんですけど、ついてないの何も。これなんだ、何がつくんだろう。なんだろうな。なんかあるん。まあ、この車両にはない、ついてないんだね。いいよね。そう。やっぱりね。この、ここに ECU が入ってるね。バッテリーの前にね。これなんだろうな。ECU じゃないんだな。なんだろう。もうわからないね、はい。よし。そしたらブレーキフルードを交換してしまうかな。よし。クーラー。結局ね、エンジンガード外さないと横のカバー外せないってことになりまして、エンジンガードは外しております。はい。結局、あれもこれも外すっていうね、ことになりますよ。ね。まあ、これもまたよしって感じでね。はい、いいなぁ。いいよね。いい。本当にいい。本当にいいよね。トイストロームね。トリセツがついてるのもまたいい。EUR。ね。で、スズキの、いわゆるこれフランス語かなのトリセツもあるんですけど、それとは別に、赤男爵って書いてある、日本語版の取説がついているっていうね。DL650A2010EUR って書いてある。あ、これ2010年モデルになるのか。ETC がついてるしね。そう。だからやっぱほら ETC は必要でしょ。で、エンジンカードも必要でしょ。まあ、あとナックルバイザーだとか、一応そういう、こう、これとこれとこれは、やっぱりもしついてなかったらつけてほしいと言われていたものが、初めからみんなついていたっていうね。で、しかもちょうど探していた車両とほぼ一緒。もう、ねえ、これなんですよ。よかった、ね。なかなか買えないんですよ。そう。まず出ない、ね。もう、いろいろな言われてるんです、実は。そう。で、いつになったら見つかるんだっていうふうに思ってる方もいらっしゃるんだと思うんですけど、でも一応、いやー、どうなってますかってね、もう忘れてるんじゃないかと思われ、ね。ないんですよ。出てこない車両なんですよ。あるんですよ。そう。あとね、いっぱい出てるんだけど、ちょっとなっていうのもあるんですよ。いや、一応言われてるんですけど、SR400 の2000何年、あれ何年以降って言ったかな ?2010 何年以降。ちょうど10年ぐらい前のやつね。でも SR って、10年前のがじゃあ安いかっていうと安くないし、変に消耗してるから、それだったら、いっそのことまだ出た、まだ、いや、ほら、あるじゃん、ファイナルエディションとか。ああいうやつ買っちゃった方がいいんじゃないかとかね。高いけど、乗り出しで80ぐらいいっちゃうけど、それでも、それの方がいいんじゃないかって思うんですよ。極端に安くないから。10年前のだから、じゃあ、50万ぐらいで買えるのか、買えない。70とか、余裕でいきますよ。やっぱり。乗り出しでね。乗り出しの話ですよ。いやー、そう。だいたい50万円台、落札価格が。それぐらいいっちゃうんですよ。厳しいですよね。昔だったら30万円台とかでね、だって新車が50万ぐらいしかなかったんだから、50ちょっとでしょ
そうすると、まあ、新車みたいなやつでも40万円台ですよ。新車より高いところなかったからね。昔はなかった。で、それじゃなくて、CB400SS の最終型っていうのも、異様に単位が高いんですよ。そう。50万、60万超えていきますからね。そう、低走行で、程度よかったら。もう、わけが分かれません。はい。もう、GB350 新車で買った方がいいんじゃないか。そう思います。買えるんであれば。うん。近くのね、夢のお店に行って、はい。そしたら普通の金額で買えるじゃないですか。なんかね、どれ高くてね、もう嫌になってくるの。本当に。そう。特にそのあたりの車両ってみんな高いの。それで、うわ、嫌だなと思っちゃうんですよ。私の感覚だと。もちろん、その金額的に出してもらえるんだろうね。もういくらでも。その金額で、まあ、80万円とか、ね、ファイナルエディションで80万円とかでもいいって言うんだったら、もちろん、しょっちゅう出てるから、買ってこれるんですけど、ね。かといって3型じゃね、キャブ車だしね、やっぱインジェクションがいいですよね。そのあたりで難しいっていうね。で、400SS なんかもっと難しいですよ。で、さらに、色まで指定されたら、まずもう、出てこない。てか見つけられない。そう、何色でもいいと。色はもう特に指定しない。ただ、まあ一応距離と、まあ、程度ですかね、っていうことであればね。でも難しいですよね。あと予算、結局予算決まっちゃうんでね。ご予算でね。そう。ご予算に余裕があれば、買えるんですよね。もちろんね。そうそう。それはそうです。だから、もう一番いいのはお近くの店舗とかで、いっぱいそう置いてあるお店で、ちょうどそれがあってね。で、金額も折り合いがつけばそれがいいんじゃないかなと思うんですよ。そう。まあね、うちでって言っていただけるとありがたいんですけど、なかなかないですよね。そう。あと BM もあるんですけど、あれ、いつぐらいかですかね。去年の、もう1年経つ、まだ1年経たないですよね。いやー、ちょっとね、ないんでね、いいのが。っていうと、予算余裕、結構余裕なんですよ。結構いい金額ね、指定していただいてる、言われてるんで、あ、これは余裕で買えるなって。で、ボロいのは出るんですけど、ボロいの買ってもしょうがないんで、そう、予算的なものでね。で、安ければ、その分安いんだけど、多分ボロかったら嫌ですからね。だからそういうのでね、見つからないっていうのもあるんですよ。そう、どうしたもんですかね。非常にね、まあ、難しいね。簡単にいかないね。そう。これはたまたますぐ出た。そう。そう、最初これ、いやー、ないなと思ったんですけど、なぜか出た。そう。タイミングよくね。そう。なんか出ました。つって。それ、もうそれが、じゃあそれでっていうね、感じで。で、ご予算的な内容でから、まあ、変えると思いますが、つって。ね。っていうような流れでね。よかったね。はい。そう。ね。本当によかったよ。そう。まあ、よく言えばもう少し安かったらもっとよかった。ね。どうすれば。まあ、もう少し安いっていう表現もある。もしくは、もっとこう、至るところが、もっと程度が良ければもっとよかったっていう話ですね。はい、そう。その分、じゃあ、程度。どっちかね。まあ、いろんなね。いいかな。いいね。はい。いい。よし。もう終わり。